西本願寺西本願寺は、京都市下京区本願寺門前町にある浄土、新州本願寺派の本山の寺院。3号は、龍国山。正式名称は、龍国山本願寺。宗教法人としての名称は、本願寺である。本願寺住職は、浄土新州本願寺派門主を兼務する。新州大谷派の本山である東本願寺と、区別するため、両派の本山は、 通称で呼ばれることが多い。京都市民からは、お西さんの愛称でも親しまれている。運営7年、新蘭の平等として、京都東山の吉光の地に創建された。その後、比叡山延暦寺から迫害を受けるなど場所は転々と、し、現在地には、天正19年、豊臣秀吉の寄進により、大阪天満から移転した。天正19年、 豊臣秀吉により、寺地の寄進を受け、大阪天満から、現在の堀川六条に寺本を移転する。平等は、江戸時代初頭、東山五条、坂西大谷に移り、現在の大谷凡廟となっている。慶長七年、御葉税天皇の直居を背景に、徳川栄康から、豊臣秀吉の命により、本願寺の寺内で隠居所を設けて、 北方に隠居させられていた教女へ、カラスマ七条に治療が寄進され、本願寺が正式に西と東に分立する。この時、江戸幕府内では、当時の門主順序が、関ヶ原の戦いにおいて西軍に味方したことから、順序に代わり教授を門主にするとの考えもあったが、新州の力をそぐのに有効との考えから、結局分立させることになったということにされている。しかし、 京女は石山河川以来の自らの派を有しており、宗派内部はすでに完全に分裂の状態にあった。分立当初は順序の本願寺は、本願寺、六条門関、本門、西門、雲関などと呼ばれ、京女の本願寺は、新清院本願寺、本願寺隠居、七条本願寺、新門、東門、雲関などと呼ばれた。便宜上、 堀川六条の本願寺の東側にあるカラスマ七条の本願寺を東本願寺と通称されたため相対的に堀川六条の本願寺は西本願寺と通称されるようになった。幕末の源氏2年3月、京都を守る幻閣集団新選組が境内にある北集会所と太鼓楼に遁所を移し、慶応3年6月までその本拠地とした。 現在まで境内地に大きな変化はないが、1876年に、高尚寺が新宗教制派として独立した際に、南京内地を活上している。法永8年に南宗門として作られた宗門は3回にわたって、移設されている。1898年に、境内への累章防止のために、堀川通川に池や緑地を整備するため、移設。 1911年に池を埋め立て広場として再整備するため、移設、1959年の堀川通拡張工事により現在地に移設している。なお、北総門は太古楼付近にあったが、本願寺、吉崎別院に移設されている。また、新選組が頓所としていた北集会所は、1873年に兵庫県姫路市にあるかめ、 山本特寺に移築され、その本堂となっている。本願寺の北には、日蓮宗広本山本国寺の境内が隣接しており、両寺の間に道などはなかったのであるが、付近の住民の訴えにより、住民の負担で、島原から大宮通までで止まっていた花屋町通りを、さらに、大宮通りから堀川通にまで伸ばす形で新たに、道路を開く工事が行われ、 1882年に竣工した。1971年に本国寺が山品区に移転した。その後、1986年になって、本願寺はその旧本国寺境内地を取得して新たに本願寺北京内地とした。現在はその敷地内に文房会館を建てるなどして、主に駐車場として使用している。 本願寺の寺本自体は400年以上にわたり移転していない。1987年新州大谷派は宗教法人本願寺を解散し、包括宗教法人新州大谷派に吸収されて、直属の宗教施設とされ、新州本病と解消した。これ以降厳密には、本願寺は、下行においてはこの本願寺のみだが、現在でもこの通称は用いられている。 2011年4月9日より、翌2012年1月16日まで、本願寺三影堂において、新蘭成人750回大延期法要が修行された。国宝、境内南東隅の雫水園内、総老地と名付けられた池に面して立つ、3階建ての庭館建築である。江戸時代の絵図には、御邸あるいはお物見として現れる。3階建てであるが、 各階は、平面の大きさを変え、屋根などの衣装も、左右奏章を避け、変化に富んだ外観を持つ。寺に残る江戸時代初期の文書、死雲殿遊園期成立、円通る四年像を治むには、豊臣秀吉の意向だと記されていることから、樹落台の意向との説も広く流布したが、確証はなく、様式的にもやや新しく、建築士からは、否定的意見が多い。 一方その一階平面が大書院代面所に共通するから官営年間に本願寺により建てられたのではないかとする説も唱えられたが、非雲閣一階は一列型書院作りの形を示し、一方代面所は三列型で先に触れたように、新州の本堂建築のスタイルを踏襲していると考えられる。こうしたことから両者が似るとするのは無理があり、さらに建築時期。 建築理由など十分な説得性にも乏しく、定説とは言えない。非雲格を好きやと見た場合、元那年間総圏のかつらり休暦書院と比べて、宣伝さに欠け、また明らかに古様である。さらに関営機は、元那3年の大火災からの復興途上の、経済逼迫期にあたり、このような有興的な建物を新築したとは、考えにくい。これらの点からも、 関営基礎建設には疑問がある。近年、付属建物である、高角台から、関営5年3月から関営6年8月までという牧書が発見され、これが移区の時期を示すのではないかとの推測から、秀吉の京都新城、後の高台院屋敷の阿古瀬が池藩から、ご水の王上皇の戦闘後所蔵へ着手に先立ち、解体撤去され、 本願寺に移築された建物との説も登場した。一階は池から船で直接建物内に入る形式の船入りの間、上段、上上段を設けた主室の招き剣土の下段の八景の間、茶室を組む貸し席などがある。船入りの間は書院作りの注文にあたり、ここ以外に正式な入り口は見当たらない。本来障壁画で飾られるべき、 上段とこの真背面の壁が大正時となっている点や、上段が部屋の中心軸上になく、北側に寄っている点が得意である。柱や投げしは角材を使っており、隙屋の手法は見られないが、これら上段や上上段には、隙屋の趣向きが濃厚である。招き剣殿の背面から渡り路を介して、西側に高角台が立つが、これは浴室の機能を有し、 創建当初から非雲閣と一体となって、庭館建築を形成していたものと考えられる。奥昔席の部分の実は、建築年代が明確で、完成7年、茶人の矢部内築院らによって増築されたものである。これら主室の南側には、バックヤードとしてクリアなどが付帯する。本来こうした下記使用エリアは廊下を介して、別途とすべきだが、 ここでは、母屋と一体化しており、本願寺旬各成立時の事情の一端が伺える。二階の河川の間は、西側八畳の上段、東側十六条半の下段からなり、上段背面の壁には一階、招き剣殿と同様小壁側なく、窓が開けられている。隅には、喫茶のように強したものと推測される丸路が、切られている。下段味方の板戸の内外には、 ミスの下に座す36河川の像を華やかに描き、天井は金具に飾られた、各天井、投げしも拡張を高く打ち回しており、総じて古典風の趣きがある。2階へは八景の間、横からの階段のほか、クリアからも上がれるようになっている。3階は適正楼と名付けた八条で、投げしは打たず、天井も低い草案風の衣装となっている。 聞き男柱にした一条の出床が設けられているが、これは候補。各階の主開口部はいずれも北に開けられており、特に一階の書院が南側に全く開口部を持たないのは、書院作りとしては他に例がなく、また我が国の住宅建築の原則からも外れている。このことがもともと南向きであったのではないかとの推測を生み、先に述べた一区説の根拠の一つとなっている。 なお、元禄時代の状況を示すと考えられる一回平面図により、現況では、北縁側に設けられている腰障子はなかったとわかり、当初の北からの姿は、今より凹凸に飛んで見えていたと考えられている。飛雲閣は、原則非公開であるが、外観の未期述を限って、特別公開される。また、毎年5月21日の収束を短回の際には、 室内に茶席が設けられる。金閣、銀閣と並んで、形の三角と呼ばれることがある。境外略図1、三陰堂、門、2、阿弥陀堂、門、3、唐門、4、三陰堂、5、阿弥陀堂、6、大井町、7、書院、8、庭園、100花園、9、飛雲閣、10、 主老書院配置図1、対面所2、雀の間3、狩りの間4、菊の間5、白書院6、黒書院7、南の舞台8、北の舞台9、古景の庭、十10、虎の間及び太鼓の間11、波の間及び玄関書院白書院3の間から、和ず間を望む北の舞台境内には、桃山文化を代表する 建造物や庭園が数多く残されており、境内は1994年に国の史跡に指定され、同年12月にユネスコの文化遺産にこと京都の文化財として登録されている。建物の配置と構造は東向きを原則とする新州建築となっている。建造物美術工芸品転居2000年までの指定物件については国宝、 重要文化財大前別館による。西本願寺の住職は、浄土新州本願寺派の門主を代々務めている。2016年9月時点、第25代門主釈選所が本願寺住職である。代表的な別院西本願寺ホームページの高齢法要と行事による。参経者や観光客が多いことから、門前町が形成されている。 西本願寺御用他市の仏具店や和菓子店などの老舗は、解明者という団体に組織されており、信徒として法音公などに参加する。ブラジルの文字出すクルーゼス氏の浄土、新州本派本願寺のように海外にも寺がある。ありがとうございます。